暑いくらいの陽気になった出雲大社の神門通りでは、親子連れがアイスクリームに舌鼓。書き入れ時の旧暦神在月に向け、幸先いいスタートとなりました。岩手から来ました。全国旅行支援ってやつを使って。あ、そうですね。たまたまその時期に予約をしていたら助かりますね。うん、すごいお得感がもう出てる感じがしますね。こちらの女性も新潟から来ました。全国旅行支援というのを使って。あ、はい、そうです。4割は大きいです。都道府県で特典の内容が違うので逆に楽しみとの声も。ちょっと行ってみたら楽しみみたいな感じになりますね。どんだけ安なのか、どんだけクーポンがつくのか、ちょっと全然分からないですけど、行ってみて初めてですね。神門通りで観光用の人力車を引く男性も人手に期待しています。お昼前からどんどん人が増えてきて、神在月、神在祭がこの10月11月あるので、たくさんお客さんお見えになるんじゃないかなと期待を膨らませてます。天候に恵まれた週末の鳥取砂丘、多くの観光客でにぎわっています。鳥取砂丘にも多くの観光客が訪れ、素足で砂の感触を楽しんだり、名物のラクダにまたがり楽しむ姿が見られました。旅行支援って使われました？使いました。いかがですか？わ、すごくお得に泊まれて大満足です。子供も今のうちにいろんなとこ連れてってあげたいなと思うんで。リフトそばにある砂丘センター見晴らしの丘、昼時にはレストランの前に行列ができるにぎわいでした。毎年恒例の11月から、仮の企画をね、毎年しておりますんでね、その時期にはね、団体と個人とたくさんね、来ていただけたらなとは思っております。今回のキャンペーンは12月20日まで、または予算終了までとなっています。